こんにちは、今日もですね、この動画西オーストラリアの州都パースからお送りしております。で、今日はですねパースで、日本をテーマにしたパースジャパンフェスティバル2023というイベントが行われるということで、今日はちょっとそちらにお邪魔してですね、ちょっと様子を、リポートしたいと思います。それでは行ってきます。でですね、今日このイベントが行われるのがこのパースの市街地にあるシュプリームコートガーデンという、公園で、この祭りがね行われます。でここはね、今回のこのイベントに限らずね、いろんな行事事をね、行っているそんな場所になります。でこのお祭りが11時から夕方の6時半までやってるということで、あのねこれすっごい混むと思うのよ、多分日中なので、もうね、今時間がちょうど11時ぐらいかな、なのでもうね開始と同時ぐらいにお邪魔したいと思います。あー、どういうことどういうこと、今始まったばっかりでしょこれ。まだこれ11時5分よ。すっげえ人いるけど。そしたらねフェスティバルにやってきたんですけど、これまでね始まってね10分も経ってないはずなんですけど、ものすごい人いるわ、ものすごい人いる、うん。お、綾波レイちゃんいるやん。ちょっと慣れ慣れしいわ。同じように。ちょっと慣れ慣れしいわ。これ動画撮ってんだけどいいかな。大丈夫です。大丈夫です。隣もやってて。頑張ってください。ありがとうございます。今回動画出るけどこれ。大丈夫。何回も出演。3回目。最多出演やな。準レギュラーぶるな。頑張ってね。遊びじゃないのよこっちは。こっちは遊びじゃないの。え、ダメなんですか？内部としてはまずいです。あ、ケンタロウや。あ、びっくりした。ケンタロウはレジなわけ。僕がレジ担当みたいです。あ、そうなんだ。ちょっと不服だわ。大丈夫です、ケンタロウで。任せちゃって。あ、そうなんですか。いや、今日初日でしょ。いやいやいや。今日初日でしょ。あ、オッケーオッケー。ケンタロウです。パース生まれ、パース育ちの20。オリックスさん登録してあげてください。いやもうありがとう。頑張ってね。はい。そうですか。ありがとうございます。いつも YouTube 見て。あ、そう、今日恐縮です。ありがとうございます。すみません。Supreme goal of Kyudo is the state Shinsenbi. Roughly translated, that means truth.はい。ちょっと一回今ね会場の外に出ました。本当にもう開始今。30分ぐらいかな、なんかちょっとうろうろ回ってたけど、もうやっぱ人もたくさんいるし、今日ね思ったより暑い。もっとなんか日本人たくさんいるかなと思ったけど、意外とそこまで多い印象はないかな。うん、ありがたいことに何人かの方に声をかけていただいたりもしてます。ありがとうございます。お久しぶりです。あ、お久しぶりです。すみません。すみません、もう無断で動画回しちゃってるんですけど。何屋さんですか。着物屋さん。ね、日本のお祭りだからね、個人的にはもっとねアニメとか推してるんかなと思ったけど、もう割と伝統的なもの、茶道とか弓道とか着物扱ってるお店とか、そういったお店は結構ね多いかな。うん、おーすごい。よいしょ、ちょっと第2回の休憩に入ります。大盛況ですね、ジャパンフェスティバル。すごいね、活気が。でさっきねヒデさんっていう知り合いのご夫婦がねやられてるフードバンのところでたこ焼きを買いました。いただきます。でもさ、こんだけさ日本人以外のさいろんな国の人たちがさ、この日本のお祭りさ、ジャパンフェスティバル来てるっていうことがまず1個嬉しいことではあるよね。日本のお祭りあるから行こうよってなってるってことはさ、日本が魅力的だってことだよね。だってさ、我々がさどこの国のお祭りなら行きたいと思うかって言われたらさ、なかなかないよね。でも日本のお祭りだから行こうって多分きっとさなってくれてる人が多いわけじゃん。そう考えると嬉しいよね。そうだね、さっき言った誰かを紹介しようか。そしたら最初の方にねちょろっと出てきたレジやってたケンタロウね、ケンタロウ紹介してあげよう。彼はねパース生まれのパース育ちです。だから日本人でありオーストラリア人であるみたいな感じですけど、まあ、彼はダンサーなので再来月って言ったかな、なんかメキシコに大会があるんでチームで行ってきますとかって言ってたけど、はい、でダンスの講師もやってるみたいで、そうなんかレッスン受けたい人は受けれるらしいよ。でもアドバンスのクラスって言ったかな、一番上のクラスって言ってたかもしれないけど、まあ、興味ある方いたらねケンタロウのインスタを見てください。喜ぶぞ健太郎、これ見たら。Next step and I go 1, 2, 3. Woo! Yeah. Choo-choo train.そしたらですね、パースのジャパンフェスティバル2023行ってきました。めちゃめちゃ面白かった。うん。意外と日本にいてさ、やぐらがあるお祭りってさ、昔ほど多くないかなって思うからさ、血が騒ぐよね。血流良くなったもん。やぐらの上の方からこう取り下がってるさ、提灯の感じとかめちゃめちゃなんかもうおつよな。はい、そしたらね、今日はこの辺で終わりたいと思います。最後まで動画を見ていただいた皆さんどうもありがとうございました。この動画ですね、まあ、ちょっとでもね、興味深いなと思っていただけたらですね、ぜひグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイなら。